はい、本日の SDGs です。社会的包摂とはについて話したいと思います。社会的包摂って何だろうってことなんですけども、SDGs が目指す社会的包摂とは、障害者、まあ、障害者っていう、ね、言い方もあれですけども、まあ、チャレンジ度とか言ったりもしますけれども、まあ、ここはちょっと割愛させていただきまして、高齢者、女性、子供、難民や移民など社会的に弱い立場にある人々が誰一人として孤立することなく社会に参加し支え合うという考え方です。はい、社会的包摂、ちょっとね、聞き慣れない言葉だと思うんですけども、社会的包摂、 SDGs が目指す社会的包摂というのは、弱い立場の人も、誰一人孤立することなく、みんなで仲良く、支え合い、協力し合い、幸せに生きていこうという、考え方なのかなと思います。ということで、本日の SDGs でした。チャンネル登録よろしくお願いいたします。いいねボタンよろしくお願いいたします。皆様、愛します。